反核団体とは、原子力すなわち核を動力とする事物に反対する、運動を展開する団体である。主張内容は団体によるが、核兵器あるいは各種の核動力への反対や制限である。反核運動には多数の種類があり、その団体も多数の種類がある。反核運動の中で影響力の高い団体は、ノーベル賞受賞者や、 多数の各物理学者を含めた科学者を抱えている。これらの科学者の多くは、アメリカ合衆国では、EN、Union of Concerned Scientists, EN、Federation of American Scientists, EN、Committee for Nuclear Responsibility の3団体に所属している。半角グループは公的な抗議活動として、集会、デモや、各施設の選挙を含めた直接行動のほか、 重要な戦略として、ロビー活動、政府への請願、選挙運動を通じた政策への反映、さらに訴訟などによる政策への影響などを、試みている。ウィリアム・ A ・ギャンシンアンドレ・モディリアーニ、メディア・カバレージパブリック・オピニオン・オン・ニュークリア・パワー、アメリカン・ジャーナル・オブ・ソシオロジー、ボリューム95、ナンバー1、ジュライ1989。 P7 ホックス・バター・フィールドプロフェッショナル・グループス・フロッキング・ツー・アンティ・ニュークリアドライブザ・ニューヨーク・タイムズマーチ27 1982ジェローム・プライスザ・アンチニュークリア・ムーブメントトウェイン・パブリッシャーズ P65 ヘルベルト・ピー・キチュルトポリティカル・オプチュニティ・ポリティカル・プロテストアンチニュークリア・ムーブメント・イン・ホー・デモクラシーズ British Journal of Political Science Volume 16 No.1 1986 P67 ありがとうございます。